こんにちは、もとみです。今回は記念すべき YouTube 1本目となります。 Love is Blind で知ったことをきっかけに、この動画を見てくれてる方がほとんどかなと思うので、姿顔を見ることなく交際0日で結婚した私たち夫婦のリアルな休日の様子を今回は Vlog でお届けしようと思います。いわゆる、番組のその子っていうようなコンセプトで撮らせていただきました。自分たちで動画見てても大丈夫かなって心配になるぐらい、すごいありのままお届けしておりますので、ぜひぜひ楽しみながら見ていただければと思います。そしてスペシャルゲストも登場しております。可愛いマナ娘のぷぷちゃんも登場しておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ではスタート。よたれご飯。おいしい。オリーブオイルなくてもこの油でやったんだけど、おいしい。和風ペペロン。やばい。でも昨日めっちゃ忙しかった。なる。コーヒー入れたよ、こ。マイマイのさ、くれたコーヒー。あれ、美味しそうじゃない？なら。ライオン売ってないんだよね。どこに売ってんだろう。あ、もうカルディにも売ってなかった。お友達がくれたコーヒーです。みちょこわやらのコーヒーをもらいました。美味しそう。え、すごい。シーン、朝に、朝に、夜に、いつでも、気分転換に。どっちあるけど何がいい？ミカサブレンド。みかんやオレンジなどの甘い柑橘系のフレーバーか、ダークチョコレートやキャラメルのような心地よい甘苦さ。
か、甘み酸味苦味のバランスがよく程よいコクがあるか、ベリーや柑橘系のシトラス、パイナップルなど温度感によってさまざまなフルーツを感じていただけますか。どれがいい？キフのことと。濃いやつ。濃いやつ。それ。入れましょう。あ、あのポット使う？もらったやつ。可愛いね、このボーダーの T シャツ。可愛いでしょ。めっちゃちっちゃかったよ、本当にびっくりしたね。どうしてたけど。縮んだみたいな。赤ちゃんが着るんじゃないと思うぐらいめっちゃびっくりした。どういうこと？ちゃんの中でもそれチビティでしょ。チビティ。赤ちゃんこんなでかいの着れない。マジ赤ちゃんレベルだよ。マジでびっくりした本当に。誰が着るのこれと思って。でもフィットしてるでしょ。肩幅。だからなんか笑っちゃった。そうだから買ったやつ。簡単じゃないよ。これどうなってるの？こうだよ、引っかかったよ、見て。そんなの誰だって知ってんだよ。難しいよ、これ。難しい。だいたいこれだから。嘘。だいたいこれだから、本当に。また震えがね。飲みすぎたらブラックコーヒー飲みすぎたら震えが。何、本当にこれでいいの？このぐらい？お、美味しいかもコーヒしないわ。あんた自分が好きでやってるんで。厳しい。これちっちゃいのでいいな。これ広がらない？広がるじゃん。それこそね、フリーザーバッグだっけ。そんな、なかったから買った今。あ、
そばいっぱいあるよ、りょうたれ。安っ。食べよう、あんた、ほんと早く。バーン。あ、いいじゃん。大きい。ちょっと大きいかな。いやいや、もとみちゃん10人ぐらい座れるよ、多分。でかくない？でかいか。ちょっと2人の部屋見てないからだけど、うちのリビングでも超広い、これだと。いや、超広い、超でかい。1人めっちゃピンクで目立ってる女の子いるなと思ったら、もとみちゃんでした。一人サンリオって言われました。かわいい、かわいい。ランチクローンは3人掛けで15万円。ついて安いの？高いの？いや、安い。だってこれ全部フル側でやってる。安い。もう7センチぐらいだよ。ここぐらいかな。でも私は正直ちょっと高いと思う。自分はね。あ、テーブル。テーブル。仕事しづらい。仕事はできない。あれ。どっちかというとご飯食べる。俺でもあの足組むからご飯食べる。確かに。ここが当たらないようにはしたくてちょっと高いんですよ。よくもあるかもしれない。幅も狭いし。和田さん、ここ座ってみて。ちっちゃい。まあまあインパクトあるこれ。これなんかもとみちゃんがなんか2人の子供みたい。リビングに置くように買うって言ってた。これ置きたい、俺も。何を飾るの、これに。花。あ、こうやって、うん、あ、でもなんか意外と素材が。しかも自分で作らなきゃいけないって。そうだよ。もうこういうのだったら可愛いけどね。俺とあんたの趣味が違いすぎて。趣味が何？趣味が違いすぎてまとまる気がせんね。でもこれ、こういうのあってここにグラスとか並べてもいいけどね。ね、グラスとか入れるのは可愛い。まあ、この色が嫌だってこと？まあ、でも在庫切れだわ、そもそも。あ、このソファいいじゃん。サイズ感的に。
だじらす、蓋でじらさなくていいよあー美味しそうねえ、戻さないいや、悪い顔してる。いいや、はい、止めるから。